はい、お世話になります。筋肉マン筋消しフルアクションスペシャル第2弾が設置されましたので回してきました。1回500円となります。はい、こちらのシリーズですが、稼働する筋消しということで必殺技の再現も可能となっています。はい、ですね、第1弾に関しては昨年発売されておりまして、まあ回したんですが、時間の都合で動画にはしておりません。はい、まあ撮影データは残していましたので、第1弾の内容は動画後半でおまけとしてお届けしようと思います。はい、それでは早速1回目を回していきます。緑色のカプセルが出ました。カプセルの外からアイテムの色は判別できますが、どのキャラクターなのかの識別までは難しそうです。ランナーにつながった未組み立てのパーツで構成され、組み立てが発生します。付属のミニブックは組み立て説明書を兼ねております。裏面にラインナップが記載されており、キャラクターは筋肉マン、ウォーズマン、バッファローマン、筋肉マングレートの4種で、全種ペールオレンジバージョンとブラックバージョンが存在しますので、計8アイテムとなります。まあ、色までは揃えようとは思いませんので、今回もキャラクターコンプを目指していきます。それぞれにエクストラパーツとハンドパーツが付属し、筋肉マンとグレートのエクストラパーツが必殺技用のジョイント、ウォーズマンとバッファローマンは別フェイスの頭部パーツとなります。はい、それでは最初の1アイテムのみ組み立ててまいります。素材は PVC と ABS ですね。今回のカラーは肌色と黒ということなんですが、ウォーズマン、バッファローマン、グレートが、ラインナップされているということで、キャラクターのメインカラーに合わせて肌色ともう1色が選ばれている模様です。はい、ということで、組み立て映像でお分かりいただけたかなと思いますが、1つ目はバッファローマンブラックバージョンが出ております。はい、まあ子供の頃なんですが、近所に同年代のいとこが住んでいまして、まあ、しょっちゅう遊びに行ってたんですが、まあそのいとこの家に悪魔超人のキャラソンのカセットがありまして、まあ、それを遊びに行くたびに聞いてたんですが、まあかっこいいんですよね、そのバッファローマンのキャラソンがあのデビルデビルバッファローっていうやつなんですけど怪しく光るロングホーンがお前の涙欲しがってるぜね、むちゃくちゃかっこいいでしょ欲しがってるぜ欲しがってるぜもう一回歌いましょうかデビルって。はい、失礼しました。では2回目ですね。ピンクのカプセルでアイテムの色は黒となります。骨格パーツ、関節パーツ、太もも、シューズ、あたりが共通パーツで、その他のブロックについては各キャラクターオリジナルの造形という感じだと思います。はい、ということで筋肉マンブラックバージョンが出ました。まあ黒はちょっとね、ディテールが認識しづらい印象はありますね。筋肉マン、握り手とは別途平手が付属し、エクストラパーツは必殺技用のジョイントが付属、首の角度を変更できます。はい、続きまして3回目となります。緑色のカプセルでアイテムの色は肌色ですね。はい、ということでバッファローマンペールオレンジバージョンが出ました。バッファローマンとしては2個目となります。バッファローマン黒の方も、緑のカプセルでしたので、キャラクターとカプセルの色が紐づいている、という仕様のようです。ペールオレンジバージョンとブラックバージョン、成形色が違うだけで内容は全く同じ。バッファローマンについては平手と別表情の頭部が付属します。はい、それでは4回目となります。黄色のカプセルでアイテムの色は肌色ですね。ということでウォーズマンペールオレンジバージョンが出ました。まあ、劇中のイメージからも明らかにウォーズマンは黒の方が
しっくりくるのではないかと思いますけどね。まあともかくもキャラクターコンプまであとグレートを残すのみとなりました。ウォーズマン握り手はベアークローが展開されており、別途平手が付属します。そしてエクストラパーツは別表情の頭部が付属します。はい、では5回目となります。黄色のカプセル、ウォーズマンペールオレンジバージョンがダブりました。まあ、またグレートを追いかけることになるとはね。はい、では6回目となります。白色のカプセルが出ました。アイテムの色は肌色ですね。はい、ということで筋肉マングレートペールオレンジバージョンが出ました。見事キャラクターコンプですね。まあ、これまで筋肉マンシリーズで散々苦労してきたことを思えば6回でコンプしちゃっていいんですかとまあちょっと拍子抜けな感じもありますね。グレート握り手とは別途平手が付属し、エクストラパーツは必殺技用のジョイントが付属、腰の角度を変更できます。はい、首に回転軸です。腕は地面と水平以上に持ち上げることができ、肩関節は引き出し可能です。肩肘関節の付け根手首に回転軸です。肘は90度曲がります。腰の可動点で前後屈と姿勢の傾け、そして回転が可能です。横方向縦方向と大きく開脚が可能です。膝は90度曲がります。足首に回転軸です。首と腰の必殺技エキストラパーツで筋肉バスター、腰の必殺技エキストラパーツでパロスペシャル、またその他にもいろいろと技は再現できると思いますが、技と見る角度によっては再現度は高いとは言えず、自立もできずまた不安定でもありますが、まあ、完璧を求めるのはさすがに酷で仕方ないとは思います。自由にポーズを取らせたりそれっぽい必殺技をいくつか再現できるというだけでも個人的には十分に満足できます。ただですね、必殺技エキストラパーツで本体と色が違う状況ですとかなりの違和感となります。はい、ではここからは第1弾です。筋肉マン筋消しフルアクションスペシャル第1弾、1回500円。昨年の11月に発売されていて、まあ、時間の都合で公開はしていませんが、動画アップの準備はしていたようで、出た順番のメモなんかも残していました。ちなみにラインナップ、筋肉マン、テリーマン、ロビンマスク、悪魔将軍です。4キャラクターで各2色、こちらも目標はキャラクターコンプとなります。はい、それでは1回目となります。ピンク色のカプセルでアイテムの色はシルバーですね。はい、筋肉マンシルバーバージョンが出たようです。仕様は第1弾第2弾とも共通で2色展開ですが、第1弾はペールオレンジとシルバーの2色になっています。それでは2回目となります。ピンク色のカプセルで筋肉マンシルバーバージョンが速攻でダブってますね。はい、では3回目、緑色のカプセルでアイテムの色は、はい、シルバーですね。テリーマンシルバーバージョンが出たようです。まあできればね、筋肉マンともども肌色で出てほしいキャラクターだと思いますけどね。まあシルバーですか。引き続き4回目です。緑色のカプセルでテリーマンシルバーバージョンがダブってますね。まあなかなかいいペースでダブりますね。はい、では5回目になります。青色のカプセルでアイテムの色は肌色ですね。ロビンマスクペールオレンジバージョンが出たようです。ロビンもアニメだと青ですけれど、コミックスだとシルバーですもんね。まあきっちり逆を引いていきますね。はい、まあ残すところ悪魔将軍のみとなりました。はい、そして6回目、青色のカプセルでロビンマスクペールオレンジバージョンです。まあ、せっかくの2色展開なのにきっちり統一色でダブってますね。さあ7回目ですよ。青色のカプセルで3個目の肌色ロビンです。まあ、やっぱりその1年近く前のことでほとんど覚えてませんから、なんて言うんでしょうか、その第三者目線で見れますね。
はい、まあ、実のところ精神的にはノーダメージです。はい、8回目が、緑色のカプセルでテリーマンペールオレンジバージョンだったようです。まあ、テリーとしては3個目なんですが肌色の方なんでね、まあ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 っていう感じですかね。そして9回目緑色のカプセルでテリー4個目ですか。いや見せますね。見せますね。はい、まあ、別に今更何個をダブろうが痛くも痒くもないですよ。なぜなら私は第三者だからですね。はいまあ当事者なんですけどねはい、失礼しました。そして10回目ですが、撮影ミスってハンドルマスシンが取れてませんでしたが、白色のカプセルで悪魔将軍ペールオレンジバージョンが出て、10回でキャラクターコンプできたようです。こちらもシルバーで欲しかったところですが、まあ、ことごとく逆をついてきますね。おそらく均等なアソートだと思うんですけれど、4キャラクター揃えるのに10回かってなるとちょっとまあもやっとする結果ではありますが、動画の撮れ高的にはオクラにするにはもったいない内容だったようにも思いますし、こうしてね無事日の目を見ることになってよかったんじゃないでしょうか。はい、では以上です。失礼します。ありがとうございました。